はい、鹿児島です。鹿児島県第二の都市霧島に向かっています。鹿児島中央から特急に乗りました。でね、どすこいね、肌が弱くてね、ほらもう腕ね、シミとそばかすいっぱいでしょ。でその霧島市に美肌の湯っていうのがあるって聞いてね、行くことにしました。どすこいおばさん生まれ変わります。まあでもそこに行ったからってシミそばかすは全く消えないんですけどね、そういうものではないですよね、温泉ってね。まあただお肌はプルプルってなるみたいなのでね、ちょっと行くことにしました。でこれね、国分駅って言うんですけども、この国分駅は霧島市の中心部でね、中心部の最寄りの駅でね、霧島市役所の最寄り駅です。ででも中心部自体はね、歩いて10分ぐらいかかるみたいで、この動画の後半で行きます。でこれ国分駅の時刻表ですけども、この国分駅を境目にね、本数がガクッと減るんですよ。半分ぐらいなってますよね。ここまでが鹿児島市への通勤券なのかな。で、いつものね、保険のおばさんみたいな格好してますけども、どすこいおばさんね、そうこの格好してるということは、今日この後小屋さんと合流します。でお口荒れてます今日。このお口も直したいですよね。お口も肌の一種ですもんね。で小屋さんと合流してね、これ蒸気屋さんに来ました。これ鹿児島の有名なお店らしいですよ。美肌の湯で食べることにしました。でこれ霧島市の中心部なんですけども、この後ね、動画の後半で歩きますけども、まあ、車で通ったのでちょうど撮っております。結構栄えてますよね。左の方にね、山形屋もあってね。ただ鹿児島市に次ぐ第二の都市としては、だいぶ鹿児島市との差があるなとは思いましたけど。でしばらくするといい感じの景色になってきました。美肌の湯がありそうですね。でありました、これです。美肌の湯越鹿の温泉ってところで今日はお世話になります。ここね、普通じゃないんですよ。この後わかりますけども、ただの温泉じゃないです。最初はね、昔はただの温泉ってあれですけども、まあ温泉だったんですけども、今はねだいぶパワーアップしてね、それを今回楽しみに来ました。はい、チェックイン。確かに熱。へえ。はい、今日のお部屋はこれです。いきなりドームあるでしょ。そう、今回ねグランピングなんですよ。温泉なのにグランピングなんですよね。しかも客室露天風呂でね、サウナもついてんすよ。めちゃくちゃでしょいい意味でめちゃくちゃでしょ。いやこれは新体験でしたよ。しかもロウリュっていうやつもできてね、それもめちゃくちゃいいんですよ。でブランコもあってね、これブランコで動くんですけども、で1人当たり2万円台ですよ。安くない？日にもよるんですけどね。はい、で部屋からは川が見えます。なんかこれタイとミャンマーの国境若干思い出しますね。まあ全然違うけども。でこっちの方にね、この小屋さんが今開けようとしてる扉の向こうに、こういうキッチンというかバーベキューができるお部屋があります。そう、これね室内でできるんですよね。だから涼しいんですよ。夏は涼しいし、冬はあったかいし、いいですよね。で冷蔵庫の中の飲み物も全部飲み放題でしたら、持って帰っちゃダメとは書いてあったかな確か。もう小屋さんとグランピングするのは3回目ですけどね、3回ともやっぱ違いますね。グランピング施設ってね、どこ行っても一緒かなと思ったら全然違うんですよね。はい、で今扉を開けると、これお風呂とさっき言ったサウナがあるゾーンです。ここすごいっすよ。まずなんかオレンジ色の傘立ってるでしょ。まず何これ、まずこの傘が、まあ、日傘っていうかオレンジ色の傘が立ってますけども、でその下にこれ源泉かけ流しです。だから地球から湧いてきたものをそのまんま、まあ冷やしてはあると思うんですけども、少しは温度を下げてはあると思うんですけども、源泉かけ流しで、その横にサウナがあるんですよ。まあこの後ちょっと詳しく見せます。でこっちの扉開けるとトイレです。いい感じのトイレですね。真っ白です。でこのドームの中ですけども、まあ、グランピングといえばこのねドームですよね。まあ、テント、めっちゃおしゃれなテントって感じですかね。小屋さんが充電器と戯れてます。これ便利って言ってます。これこの白い四角いやつ、最初からこの部屋の中にあったものだと思うんですよね。だからついてるんですよ、このモコモコしたドームな感じ。非日常感ありますよね。もうこれ3回目ですけども、未だにやっぱり非日常感感じますよ。はい、でお部屋をちょっと見ていくんですけども、まあこんな感じ。つまみお菓子販売コーナーって書いてあるから無料じゃないんですけども、まあ販売コーナーあります。あと椅子と机と、でベッドとちょっと駆け足ですけどもまあ落ち着いたレビューは小屋さんの小屋トラベルの方で見てください。で急に部屋が変わりましたけどね、これ他の部屋を宿の方にね見せてもらっています。もちろん許可を得て見せてもらっています。でこのお部屋はグランピングなしのお部屋ですね。だから全てのお部屋にグランピング施設があるわけではなくて、もう普通に温泉を楽しむだけでここに来ることもできます。いろんなタイプのねお部屋があります。でこっちのお部屋の方がグランピングがある方のお部屋よりも安いです。確か1人1万円台だったかな。ちょっと詳しい値段は小屋さんのチャンネルで教えてもらってください。でこのお部屋グランピングではないけどサウナはあります。そう、サウナとね温泉が同じところにあるってすごいんですよね。でサウナがないタイプのお部屋もまた別のタイプなんですけど、これねこれめっちゃ映えません？
インスタ映え狙いたい人このお部屋かなりいいと思うんですけどね。美肌とは関係ないですけどね、薩摩蒸気、薩摩蒸気屋さんのね、カルカンっていうなんか鹿児島の名物があるんですよね。それを食べますね。うひえー、ひどいね。まあそれは関係ないけどね。まあで、あとこのここの美肌の湯入っても別にこのそばかすだけるわけではないですけどね。慣れすぎてると思うけども、うん、それにちゃんと言っとかないとね。はい。おー、カスタ丼。カスタ丼がカスタードのなんかなんですよね。カスタードが入ったおまんじゅう的なやつなんですよね。で、これが、これ、カルカンね。どうすか、食べたことないわ。初めてだわ。良い甘みがあるっていうのがいいですよね、カルカンは。うん。美味しいですね。うん。山芋もできたスイーツなんですね、これ。うん、はい、じゃあ今日のメイン、お風呂です。これに入りに来ましたからね。このね、このそばかすは消えないものの、まあ、肌弱いのでね、美肌になるために来たので、はい、入りましょう。キャーン、あ、ちょうどいいね。おー、あったかさちょうどいい。よく銭湯行ったらね、暑すぎて、うわーみたいなことあるじゃないですか。だいたいでもね、こういうね、高級なところ来るとね、まあ、ここ結構コスパいい方ですけども、まあまあいい感じの、ちょうどいいお湯の温度になってるんですよね。わー、気持ちいいわ。で、ここのね、名物というか、は、これですよね。これサウナがあるのがね、特徴なわけですよね。だから、美肌になった上に、交感神経、副交感神経も刺激できると。最高ですよ。で、こっちに行ってね。冷やして、温めて、つけ麺みたいにね、うん、できるということなのです。はい、でお風呂でね、今ひとしきり遊んだので、次はこれですね。このサウナですね。うーで、今これ GoPro で撮ってます。結構小屋さんが言うに熱くなるらしいのでね、 iPhone でももしかしたら危険かもしれないので、ちょっと GoPro でねやってます。 GoPro 多分熱にはね強いはずなんですよ、多分ね。この前スキー場でスキーで使った時にね、もう 2,3 分でダメになったけどね。暑さは大丈夫でしょ。おー、すごいね。おー、ほーほーほー。むわってしますよ。でね、ここね、サウナだけじゃなくてね、ロウリュっていうのがあるんですよね。ロウリュって知ってます？まあ、ただのサウナでなくて、なんかね、これね、オリーブオイルみたいな中入ってるのかな？入ったものを、ここにかけるんで、かけるとね、ブワってなるらしいんですよ。はい、いきますよ。うわ、すごいな。すごい、うわーお、うわーお、すごい、めっちゃやばうわーはは、うわー来ますよ。いやーはは、気持ちいいね。めっちゃ気持ちいい。これすごいな。オリーブオイルかわかんない、なんかちょっといや甘い何かがね、ブワーって今漂ってます。小屋さんが今ね絶賛してたんですよ。これめっちゃいいですよ、このロウリュ。そう。で、こうね、これで温まった後に、このね、水のところにザブーンって入るのがいいって言って、すごくいいって言ってましたね。ほい。あ、今10分、この中いましたよ。で、これ、水の中。いや、ちょっとこれは、きついな。いやー、むあー。あー、冷たいわー。全然やばい。あー、これあんまできないな。そこそ冷たいのは無理だわ。ちょっとだけね。おー冷たい。まあ、このロウリュ自体はね、美肌と関係ないっていうか、まあ、関係ないことないかもしれないけど、その温度を上げた後にすぐ下げるっていうのは美肌には関係ないですよね。だから今回はまあ省略ということでね。あ、でも足は入りました。足はあーおー、これめっちゃ体にいいらしいですよ。温めて冷たくして、さっき言ったみたいにね、つけ麺みたいに、これが整うっていうのか。みんなこれ整うって言ってるんですね。それ流行るわ、これ、うん、流行ってますもん、これね。あ、で、これサウナハットっていうのも貸してもらえるんですけども、どすこい、これいらなかったわ。これをかぶるとね、こうやってね、かぶると
なんかまあ、あの少しこの髪の毛がうわーって熱くなるのがマシになるらしいんですよね。けども少しその髪の毛が熱くなること自体も気持ちよかったからね。でここね4人で泊まると1万円であれ泊まれるらしいんですよね。まあ日にもよるんですけども、で小屋さんがさっき言ってました、じゃあ皆さんここね1万円であれ泊まりに来てね、霧島、鹿児島の霧島ね、泊まりに来てね。でここ、このトライアングル体験してくださいね。お風呂入ってサウナでローリピューパーで、水ビューで、またお風呂にバーンで、また、ブワーうわ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 ーやってください。で、美肌やってくださいね。はい、じゃあ皆さんも一緒にね、疑似体験しましょう。まずお風呂に入って、これ、あー気持ちいいわー美肌になるわーと思った後に、うわーって上がってね、このサウナに突入で、で、ここのロウリュー、ロウリューはね、もうだいぶちょっと少なくなってきてるけども、これを、ブッシャーで、もうね、ぐーちょっとこれね、伝えられないのあれですけど、ぐー出てるんですよ、煙が。うー出てね。で、そこで、うーへへー気持ちいい気持ちいいね。これ閉めた方がいい、本当はね。まあ、あったかいね。あったかい。うわで、まあちょっと省略して、で、はい、行きますよ。で、うーへへーで、出て、水に、ザブン冷てー冷てー、ちょっとこれ苦手だからあんまりできないけどね。まあまあ、手をギュイーン、はい、これで副交感神経ね。で、さらに、からのお風呂ですよ、このね。いや、これずっと無限ループですよ。これ2時間ぐらい皆さんやってくださいね。どうすか、今から2時間ぐらいこれします。で、これをね、これを、このトライアングルずっとやった後に、この壁の向こうでご飯ですよ。バーベキューできるんですよ。それが1人1万円、4人だったら。最高じゃないですか。いや、これ本当にすごいよ、これ。はい、湯上がりにバーベキューです。最近気がついたんですけどね、お風呂入った後ご飯食べると気持ちいいですね。ドスコイいつも家にいる時にね、ご飯食べた後にお風呂入るんですよ。だから逆の方がいいですね。はい、でこのバーベキューの、まあ、ラインナップなんですけども、もう飲み物いっぱいあるし、お酒いっぱいあるし、で海鮮もあるし、でマシュマロも左に置いてあるし、あとこれパエリア、そうパエリアあるし、アヒージョってなんかちょっとスペイン風なんですよね。スペイン料理があって、お肉と野菜があって、あらーおしゃれね。でこれコーンスープだったかな、確かね。もう映えるわ。こういう西洋の料理、映えるわ。で、お肉も映えるし。で、海鮮ね。これ、ホタテ映える。グランピングってね、映えるのが重要らしいんですよね。結構女子がこれやるものみたいで、やるものって言ったらあれですけども、男はもう普通にね、キャンプしたりするじゃないですか。でも女子はやっぱりなかなか女子だけでキャンプって難しいでしょ。だから、こういうグランピングしたりすることが結構あるそうです。はい、で、小屋さんが海鮮を置きました。はい、今海鮮置いてます。はい、小屋さんに全部やらせてます。で、向こうにアヒージョが煮立ってます。これも小屋さんがやりました。どすこいいつやるんやーい。まあいつものことですけどね。だって小屋さんがやる方がうまくできるんだもん。で小屋さんも撮影あるからね、綺麗にしないと。どすこい変にやったら映えないからね。どすこいのチャンネルは映えなくていいけど、これはやばい、これやばい。はい、続いてお肉もやらせてます。でこれね、溶岩プレートだったと思うんですよね。鹿児島ってね、こう溶岩のこのプレートに鶏を乗せてね、地鶏を乗せて、で焼いてね、で食べるみたいなのありますよね。そこの前の日にね、深山本舗ってところでね食べました。めっちゃ美味しかったです。うん、あれもう一回お肉置いてる。なんか失敗したんだったらどうだったかな、なんか知らないけど2回置いてますよね。生の鶏は美味しそうだね。とそこ宮崎で地鶏にハマってね、で、はい、あの野菜と海鮮とお肉、はい、全部乗せました。で、その焼き加減も全部小屋さんがやって、どすこい何にもしない、何しなさっか、どすこい、はい、出来上がりました。もうどすこいが作ってもらった感じですよね。なんか実家にいるみたい。で、このタレでね食べます。カルビーサウナの後の焼肉最強。で、これアヒージョね、オイルオイルして、このパンにつけてね、このオイルみたいなのをパンにつけて食べるとめっちゃ美味しいんですよ。で、これ、なんだったこれ。あー、出てこない。言葉出てこないけど、なんかですよね。パエリアー。なんかアジアの料理みたいですよね。パエリアって、ね、スペイン料理ですけどね。海鮮が乗ってね。どんな味かな。レモンもちゃんと混ざって。お腹限界なんですけども。マシュマロ、あ、焦げちゃった。結構簡単に焦げますね。あ、でも綺麗だな、綺麗。
青と赤の炎って不思議だな、これ水と同じぐらい不思議ですよね、火ってね。はい、朝です。昨日ちょっと雨降ったのかな、地面濡れてるわ、うん、今日から梅雨なんですよ。でお肌、うん、いつもよりプチプチしてるかな。まあそばかさんもちろん気ないけどね、うん、いつもよりプチプチ、うん、してて気持ちいいわ、うん、雨降ってもね弾きそう、うん、昨日ねこのブランコのところでねゆらゆらあの、ね、こうやって、うん、よいしょ、こうやってうーんってしながらね音楽聴いたらねいい感じでした。ちょっと朝ごはん今からね作ります。朝ごはんはこんな感じ。オレンジジュースとサラダとパンとハムとあとフルーツと、あーでこのいろんなものをパンの上に乗せてね、でトーストするんですよ。でそれまたトーストの機械がね、いい機械なんだわ。ドスコイでもね映えるサンドイッチが作れるんだわ。そういうところにうまいことしてるんですよ。この SNS の時代、味も重要だけど見た目も重要なんですよ。めっちゃめちゃ小屋さんとの対比が面白い。これ意外とうまく見えた。あ、いけたいけた。はい、でこれをここでね焼きます。これで、あら、二つ仲良く、あら、かわいいね。閉じきらないのかわいいね。なんかいろいろはみ出てるように見えるけどね、表面がおしゃれな感じで焼けてるじゃないですか。その模様というかね、もうそれでもう全てオールオッケーですよね。なんかソーセージ食べるの苦戦してるけど、このグリーンスムージーめっちゃ美味しかった。酸味とね絶妙な、なんかいろんな味が一気に来てめっちゃ美味しかった。はい、で終わりです。めっちゃ気持ちよかったですね。そう、皆さん来てくださいね。1人2万円から行けますから。4人だと1人1万円ですよ。でお肌もプルーンポヨーン、ほらプルプルしてるでしょね。そばかさやっぱり消えないし、あのお口もそれももちろん治るわけないんですけども。で電車まであと1時間以上あるから、霧島市の中心部ちょっと見てみてるんですけども、これね鹿児島第2の都市としてはね、ちょっと小さすぎるというか、その鹿児島市との差がありすぎる。ほんと鹿児島一極集中なんだな。ここがね一番霧島市、鹿児島県第2の都市霧島市のね一番まあ華やかなところだと思うんですけど、これだけですよ。アーキド商店街もないしね。まだこの前ですから、あのあれ薩摩仙台っていうね、あの鹿児島に仙台、あ、渋市だ、渋市駅どこ、今から渋市行くんですよ。あら渋市駅こっから行けんの。どこ今からね船乗るんですよ。あの渋市からあのサンフラワー乗るんですよね。仙台はねアーキド商店街があって、もうちょっとね中心部してたんですよ。これよりも見た目もうちょっと都会に見えるというかね、なんですよ。まあ、ただねこれ山形屋、これなんか今見たら山形屋らしいですね。山形屋なんかーい。山形屋はね仙台の山形屋よりもこの霧島の山形屋の方が綺麗ですね、まだ、うん、ただなんかエディオンと合体してる感じではありますけど、中もなんか星の方が綺麗な気はするな。星の山形屋の方が都会的ですだと思います。あとこれちょっと都会を感じますね。これあ中心部だと、これ見てね中心部だと思いましたよ。今中見てきたんですけどね、こっちの方がでかいわ。あの仙台の山形屋よりもねこの霧島の山形屋の方がだいぶでかい、うん、ただまああのでかめのスーパーと大都市の百貨店の間ぐらいで、かなりでかめのスーパー寄りではあるんですけどね。だってダイソーとか入ってるし、あとあのエディオンも入ってるからね、もう一部その百貨店であることを諦めてるところがあるんですけども、でも仙台の山形屋とこの商業施設どっちがあった方がいいかって絶対こっちの方がいい。なんか綺麗だし、うん、まあ、この中は第2の都市感ありましたよ。鹿児島第2の都市にふさわしい商業施設だと思いました。
はい、でこれがギリシマ市役所です。人口約12万人、まあ、12万人にしてはまあまあまあこんなもんかな。結構新しめですよね。最近綺麗にしたのかな。はい、ってことでさよなら飛行機。おお、ここね、こう霧島市のいいところっていうかはね、いいところしたあれですけども、メリットというかねはね、強みは空港近いんですよ。そう、鹿児島空港は結構近い。車で15分とかかな、もうちょっとかかるかまあぐらいで着くんですよね。んそれはメリットですね。はい、あってことでね、あの霧島の動画でした。お肌もプルンプルン。んさっきからね、山形とか仙台とかも東北の地方ばっかり出てきてね、もうなんかわけわかんないもう何回も言い間違えた。山形じゃなくて山形じゃなくて仙台じゃなくて、あそう霧島霧島とかでさっきから何回も言い直してます。んしかも山形屋だしね。んさよなら。あ、小屋さんの動画ね、ここ浮かべときます。んもっと詳しいレビュー見たい方はね。あ、霧島市はね、これ上野原縄文の森っていうなんかこういう遺跡みたいなのがあるみたいですよ。あと霧島で有名なのは霧島温泉郷、温泉街が山ほどあるそうです。ん観光地いっぱいありますよ、だから霧島はね。はい、じゃああれ乗って帰ります。本数めっちゃ少ないです。あ、はい、コシカの湯のもっと詳しいレビューは小屋さんの動画見てくださいね。小屋トラベル概要欄に動画リンク貼っときますので。